1日で4万8000円を手に入れられるバイトがある。そう聞いたら皆さんはどうするだろう。大半の人は遠慮すると思うが、中には試したいと思う勇者もいるのではないだろうか。今回の一致は、手っ取り早く借金を返したい思いから、そんな高額バイトの説明会に参加したようだ。最初は同じバイトの経験者がいないかスレでアドバイスを募るも、展開は次第にミステリーに包まれていく。このスレにはグロテスクな表現が多々あるので、苦手な方はご注意ください。友達の紹介でボーイ大にて死体をホルマリンにつけるバイトをすることになりました。初めてなのでよくわからなく金が良いだけにヤバいことかないのか不安です。誰か経験のある方がいらっしゃったらアドバイスください。落ちるなよ。経験者の方ですか？落ちるようなところでやらされるのですか？詳しく教えてください。ああ、落ちるよ。落ちるというよりもむしろ、落ちるように設計されてるから落っことされるよ。お前聞かされてないだろうけど、ホルマリン漬けは高く売れるからね。一体でも多い方がいいんだよ。その時健康診断は受けましたか？防護服みたいなものを着る練習は一応させられました。健康診断はね、臓器の異常を発見するためにやるんだよ。癌の細胞とか、研究者専用の闇ルートで裁かれる。防護服はね、落っこちた時に這い上がれないようにするためのものだよ。大体研究者の間じゃ拘束衣って呼ばれてるけどね。穴だらけだから、一致はすぐにホルマリン漬けになるよ。なんだか脅かすような現実味のない分で一致を脅かすスレミンがいるが、同じようなバイトの経験をしたらしいスレミンが体験談を語る。日本酒作る蔵の大きな樽をかき回す人みたいな感じだよ。死体をつける以外にもう一つプラスアルファの仕事がある。セットコースみたいなの金が欲しくて選んだんですけど何かわかりますか？はっきり言って、全然怖いとかないよ。っていうか、臭くて死にそうで、怖がってる暇ない。一晩だけの体験だがな。今でも匂い思い出すと吐きそうになる。薬品の匂いね。アイアム医学生だけど、まあよくある都市伝説だね。でも、もしかすると本当かもしれないので、モノホンの解剖体にしかない特徴を問うてみよう。さて、解剖体を作るには、固定液を貫流させるために、体の一部を切開しています。目立つ場所にあるので、見えない、とか覚えていない、ということはありません。さあ、どこが切開されているのでしょうか。俺のやったのは、プールでツンツンするバイトとかじゃないよ。死体は包帯みたいなのでぐるぐる巻きにされてたから、中は見えんかったけど、太ももがどうこう言ってた。そこの人が話してくれたのは覚えてる。まだ説明を受けた段階なのでわかりません。別にネタだと思われてもいいんですけど、こういうバイトって後遺症とかの心配とかないのか教えてください。とにかく申し込んで今更なんですけど、不安でしょうがないんです。一致はまだ説明を受けただけなので、バイトがどういったものかを気にしている段階だ。釣りと断定したスレミンたちの早とちりである。後遺症かどうかは知らんけど、ガスがきつくて喘息になる人がたまにいるらしい。まあ、そばに医者おるから心配いらんけど。俺の担当した遺体は普通の人だったけど、たまに、首の長いのに当たるとか、受刑囚の検体らしい。もっともこれは冗談なのかもしれないけどね。ありがとうございます。本音を言うとマジで今怖いんです。なんかアドバイスあったらどんどんお願いします。ホルマリンってクロロホルムだっけ？ホルマリンはホルムアルデヒドの 40% 水溶液。怖いとかじゃなくてマジ気持ち悪いらしいよ。人にも夜が飯食えなくなるくらいになるかもよ。ホルムアルデビドといえばシックハウスではないか。同じなのか。メモメモ。シックハウス症候群とは、新築の家やリフォームしたての家にいると頭痛や息苦しさなどの症状が現れるもの。原因は建材や塗料に入っている薬品の揮発だ。ホルムアルデヒドは、接着剤や服のシワ取り剤、マニキュアなどにも含まれていることが多く、意外と身近なものである。しかし、それらに含まれるホルムアルデヒドの量はごく少量で、厚生労働省によって使用制限がある。ホルマリンが漂う空間での作業をするリスクに一致が不安になるのは無理もない。俺、健康診断なんか受けてなかったぞ。医学生だった友人のつてでやったからか？マスクはした。それでも息できないぐらいの匂いだったが意外とプールのそばでは吐きそうにならんかった。なぜか家に帰ってからしばらくずっと吐いてたよ。若かったなぁ。僕も同じような感じです。医学生の友人のつてです。昨日、大学で簡単な説明会と健康診断、ちょっと大げさな防護服、起きる演習みたいなのをやらされて、契約してきました。モンダミン、みたいな液体歯磨きが役に立つと思う。無意識で鼻で息しないようにしてたら、歯とか口の中に臭いみたいなのが染みつくから、家に帰るまでずっと歩きながら歯磨きで口ゆすぎながら帰った。一瓶は使うと思う。一応、そ
その防護服みたいなものが頭からすっぽりかぶるやつで息も後方言いそうなやつなんですけど、匂いの心配はないと説明がありましたが、持って行った方がいいですか？臭いの心配ないなんておかしいな。自分たちは慣れてるからかも。俺の場合はプールじゃなくて、一人用の浴槽に近いイメージ、ちょっと浅くしたものだったけど、それでも部屋いっぱいに薬品臭さが充満してたし。おい、サインしたのか？日本で唯一、合法的に。反抗しました。今日、これから2回目の説明会です。死体は肺までホルマリンが使っているので、浮かび上がるというのは嘘です。死体はお腹の空気の関係でゲップするらしいよ。これに慣れるのに時間がかかるって聞いた。ホルマリンは揮発するのでプールに溜められません。説明を受けた段階では沈めるという表現だけでプールとは言われてません。でも噂話とかからプールじゃないかと思っていました。ちなみにバイトの現場は大学ではありません。給料どのくらいもらえるの？よく借金返すためにやらされるよね。拘束が土曜の早朝から日曜の深夜。仕事は土曜日の昼から日曜の夜までです。僕を含めて3人のチームです。飯が6食ついて4万8000円。途中自体の場合は時給換算でお金がもらえるそうです。日給4万8000円。いいねえ。先輩がお医者さん、精神科だけど、なんだが、昔このバイトのことを言っていた気がする。確か死体を拭かなきゃいけなかったと思うぞ。マジで。理由とかはもう忘れたが。仕事の内容からするとちょっと安いよな。友人に言わせれば破格です。1、30分に1回死体とホルマリンの入ったでかいプールを開けて、棒で死体をつついて沈ませる。2、死体を持ってこいと言われたら持っていく。この時、髪などを剃ることもある。仕事はこんなもんらしいが、とにかく匂いがすごいらしい。そいつは防臭服の下に着ていた服を捨て、髪を切ってもまだ匂いが取れなくて外に出れなかったらしい。そいつは1ヶ月はやろうとしていたらしいが2日でダウン。絶対おすすめしない仕事と言っていた。3時から説明会なので出かけます。何かあったらよろしくお願いします。死体を探せ、伏瀬秀人著、宝蔵館という本がある。解剖学教室の研究室にたびたび電話がかかってくるそうだ。死体洗いのアルバイトはありますか？という問い合わせである。はっきり言って、そのようなアルバイトはない。今募集していないだけでなく、これまで一度もなかったし、これからもない。スレミンたちは死体のバイトについて見解をする中、2回目の説明会を終えた一致が戻ってくる。ただいま、帰りました。どうだった？一番気になっていたプラスアルファに関しては髪の毛などの処理を手伝うようです。体を支えたり、話を聞いてると肝心のところは医師の方たちがほとんどやってくれるようで思ったよりも助手って感じでした。まあ、大学の研究所の助手と思えばいいんだよ。ホルマリンの匂いはなかなか取れないらしいけど、取れるまで約2から3週間はかかる。防護服みたいなものが結構しっかりしたものなのですが過信しすぎですかね。泊まるところが民家、民宿らしいです。医師5人とバイト3人で何箇所かに分かれて泊まるようです。少し疲れたので寝たいです。何かありますか？失礼かもしれないですけど、単純に何かみんなに報告したいわけではなくて、このバイトにビビってる俺が何かアドバイスを聞きたいだけなんで、ネタだと思うならそれはそれでいいんです。今日、もう一つ反抗したものの内容が、自己的な怪我、転んだりなど、に関しては責任を取るが、薬剤による体への影響には何かあった時に責任は取りませんよ。というものでした。そして翌朝、いよいよバイトが始まる。おはようございます。4時に家を出ます。昨日は寝てしまってすみません。死体関連のバイトをやるって、実際やろうと思うと友人に絶対言いたくないものなんですよ。最初ネタ的に面白いかなとか思ってたんですけど、2ちゃんぐらいしか相談できるとこないですね。ありがとうございます。礼儀としてできる限りのことはしますので、デジカメは持ってないです。すいません。よろしくお願いします。頑張ってくれ。何か質問があればできる限りお答えします。バイトから帰ってきたらレポート希望ぬ。行ってきます。まあ、ホルマリンプールで棒でつついて沈めるってのは眉唾だとは思うが。だってさ、浮いてくるから沈めるってんなら、金属製の落とし蓋みたいなものがあれば十分でしょ？でも、医大生とかが実習で使うご遺体ってのは実際に存在するわけだから、それを処理する人なり、業者なりが存在するってのも事実でしょ？そんなバイトがあるっていうなら興味を惹かれるってもんよ。否定する奴は、中途半端に偉そうなこと言ってないで、実際はどうなのかを事細かに教えてくれよ。大学では存在を聞いたことないけどな。解剖の教授にそれとなく聞いてみようかな。もしかすると、三流国立大だからやってないだけかもしんないけどな。
やった人の話では棒で沈めるって聞いたからなんかダメなんじゃないの？痛むとか。ホルマリンに遺体を沈めるバイトに対して疑問を抱くも、実際に医者に話を聞いてきたスレミンが現れた。実際に医者のおじさんに聞いてみました。あるそうですやっぱり。でもする人は大体医者の卵で、もともと医学科は他の文学科とかよりはるかにお金がかかるらしく、研究費とかいろいろ一件買えるぐらい、当直や奨学金でも足りなくてお金が欲しいわけです、医学生は。それでそういう人たちとかに死体を沈めるバイトを大学から紹介してくれるんだそうです。あれはかなり怖いらしいですよ。女性は見たことないって言ってました。場所によるかもしれませんが、その人がバイトしたとこは地下にあって、蛍光灯じゃない、なんかぼんやり緑色のランプが辺りを照らすんだそうです。しかも地下ってボイラーの音とかがかなり響いて怖いんだそうです。そんな中じーっと死体が浮き上がってこないか見てる。だいたい最近運ばれた死体は上がってこないんだそうです。下の古い死体がガスを出すんだそうです。それで上がってくるそれに押し上げられて、新しい死体まで上がってくることも。死体って体中布かなんかを巻かれて番号書いてあるらしいんですけど、顔だけ巻いてないんだそうです。それで、だいたい誰が上がったのか覚えるようになってくる。上がる死体は決まってるそうで、まあ、たおっさんかいなぁ。っていう会話とかしてたらしいです。一番嫌なのが新しい死体が来た時らしくて、ガラガラガラって夜中に担架の音が響くと、ああ、と落胆してたそうです。なかなか沈んでくれない。でもこの死体は大事な検体だから、そっと丁寧に扱わなくちゃいけない。気使うでーと笑って言ってました。ただこれは酒に弱い人はできないそうです。アルコールがすごくてちょっといただけで最初は強いやつでも気持ちが悪くなるんだそうです。しかもちょっといるとアルコール臭が体全体に染みついて、外で歩けない。戦闘なんていけないから病院の風呂でできるだけ匂いを落として帰るんだそうです。1週間もすれば染みついて取れないらしい。お金は1日10万くらい。でもそれは2人でした場合で、1人ですれば20万ぐらいもらえるそうで、そのおじさんは味しめて休みになればずっと1人でその仕事で稼いでたそうです。今よりあの時の方が儲かってたわー。っておじさんはゲラゲラ笑ってました。肝が据わってます。人体解剖の実習中継という実際に医学部で行われている解剖実習について書かれた本を調べて裏取りしてみたが、実際は遺体の血管内にホルマリンを注射し、タンパク質を固めて腐敗を防ぐそうだ。ただ、ホルマリンで固めたままでは実習を行う医学部生が体調を悪くするため、アルコールにつけてホルマリンを抜く。そのためアルコール漬けの遺体が実習で使用されるのだ。しかし、それでもホルマリンやアルコール臭で気分が悪くなる医学生も多いため、近年では解剖実習台に高濃度ホルマリン除去や除菌脱臭機能がついているものを利用する学校もあるそうだ。そしてバイトを終えた一致が帰り、バイト内容を綴る。一致です。今帰りました。ものすごく、精神的にも体力的にも疲れました。まず、スレ体の沈めるという表現は間違いですね。僕もいわゆる都市伝説信者だったのでコンクリ剥き出しの地下室にプールがあって沈める、そんな想像をしていましたが、ホルマリンを体に塗りつけるといった方が近い表現になります。友人は交通事故とかで死んだのか首が取れかけてたりした死体があって、それをちぎっちゃいけないからそこだけ神経使うとか言ってたな。そういう死体あった？簡単に言うと包帯人間の掃除って感じなんですが、現場は青いタイルで作られた明るくて清潔なところで防護服以外は近代的な病院って感じでした。ただ、場所は町から随分離れたところにありました。はっきり見てませんが今回の仕事で3体の仏様を扱いましたが1体が危険事か交通事故だと思います。スレ体では死体と表現してたのに急に仏様という表現になったのはなぜ？気持ちの変化ですか？仕事の直前に医師からいわゆる提供者の話を聞き、真面目に尊敬の念を置くところと、彼らの体に直接触れて想像力、恥ずかしいですけど呪いとかが必要以上に膨らんでしまうので、正直、彼らを馬鹿にしたような表現はしたくありません。遺体を洗う作業を行い心境が少し変化した一致。そんな中、一致は不可解なことを綴り始める。医学生の方に聞きたいことがあるんですけど、検体以外で遺体が必要とするものってありますか？ちょっと変な話を聞いたので。すまそ、検体じゃない、検体ね。遺体を欲しがるってことは検体そのものだから、つまり解剖以外でってことか？そや DNA 調べて遺伝情報の統計取ってみたいとか、いろいろあるっしょ。なるほど。今回、僕を含めて3人のバイトがいたんですけれども、そのうちの1がこのバイトのベテランらしくていろいろアドバイスをくれたんですけど。DNA 調べるなら血、皮膚、髪、粘膜などで十分だし、わざわざ死体をホルマリン漬けにする必要はないと思う。第一、それなら生きた人間でも十分だし。
次回のバイトが今週の28日水曜日出発のもので、まあ、今回のバイトも精神的に辛いけど金がいいのでもう2、3回行ければ、行きたいんです。単純に借金があるだけなんですけど。で、そのベテランと泊まるところが一緒で夜話していて次回も参加すると思いますという意思を伝えたら。じゃあ次回のお楽しみだな。みたいな思わせぶりな話し方をされたんです。気になって少し問い詰めてたら連れて行きたい場所がある、見せたいものがあるということでした。今お願いしますと言いましたがこのバイトを辞めるときのお楽しみだと言われました。映画のように遺体が突然蘇生するといった恐怖感はなかったのか？仕事中は初めてだったこともあってか集中していて大丈夫なんですけど、夜、いろんな想像力が膨らみます。普通のバイトだと失敗したらやっちまった、ですけど、今回は思い出して申し訳ない、恨まれないかな、といった感じです。医学部の伝統の脅かし方とかあれば教えてください。さっき列した先輩の地下室の話は何があると思われますか？多分驚かされると思うので心の準備が欲しいんです。あなたが検体にされるというわな。なんかグロいの来そうな気がする。真っ当な姿してなさそうなの。やっぱりそっち系ですか。ただ先輩は。それを見たらお前の給料が倍になるかもしれねえぞ。と言ってたので、単純ではないと思うのです。多分火曜日に最後の仕事になりますので何かあれば報告したいと思います。明日の朝から水曜の深夜にかけて2回目の仕事に行きます。おそらく今回が最後になると思います。地下室に関してですが、先輩に携帯でしつこく聞いたところ、驚かされるのは嫌だったので、先輩自身も見たことがないんだそうです。ただ、先輩も先輩の先輩から聞いた話で人が住んでるという噂だそうです。先輩曰く、施設の管理人が住んでるんじゃないか。とのことでしたが腑に落ちなくて一度その二人で深夜訪ねに行ったそうです。しかし地下室の入り口の入り口に鍵がかかっており、入ることができなかったそうです。今回、ビビリが入らなければ二人で行ってみるつもりです。大地下室の謎が深まるばかり。鍵のかけられた地下室には、一体何があるのだろうか。二日後、二回目のバイトを終えた一致が近況報告をする。すいません、遅くなりました。仕事が終わった後、先輩のアパートの庭で飲んでました。今日はただただ、疲れたので、早く風呂も入りたいので、報告は夕方ぐらいにさせていただいてよろしいですか？すみません。ちなみに明日、プライベートで現場にもう一度行きたいと考えています。プライベートで？どういうことなのか気になるね、報告期待。今、起きました。おはようございます。報告してもいいでしょうか？まずバイトの方なんすけど、まあ、前回と変わらず沈めるではなく掃除、でした。二回目ってこともあって慣れたんですけど、やっぱり感覚的に洗っても落ちない何かが、霊系ではないです。汚れといえば失礼ですけど、あるような気がして体はバカみたいに洗います。体を洗わないで先輩の家に上がるのは失礼だと考えて先輩の家の前にあるちょっとしたスペースでコンビニ酒を飲みました。そこで話したことなんですが、先輩の先輩、バイトをやる以前から仲が良かったそうです。はバイトを始めてすぐ地下室があることを知ったそうです。ちなみに先輩の先輩はこのバイトは今はもうやっていません。ちょっと話が重くなるかもしれないのでくだらないネタだなくらいの感覚で聞いてください。なんだか報告するのがよくわからないんですけど苦しいです。僕がどんくさいだけかもしれませんが施設の構造上、話を聞いた段階では地下室は存在しないんではないかと思っていましたが、一昨日、現場に着いた日の夜に入り口の入り口まで連れて行ってもらいました。なぜ、入り口の入り口かというと先輩の先輩は単独でそこの扉を開いたことがあるそうなんです。先輩の先輩という人がものすごく興味旺盛というか、行動の早い人で去年の11月に一人で相当調べたそうです。扉が二つあること。一枚目の扉の合鍵を持っていて数回二枚目の扉にチャレンジしていること。いろいろな合鍵を作って二枚目にチャレンジしたそうです。一度だけ中から人の声を聞いたこと。で、なぜ僕の給料が倍になるのか聞いたところ、別に深い意味はなく、単純に先輩の先輩は最終的にある教授にここの施設に地下室があるじゃないですか？みたいなことを聞いた途端に仕事に入れてくれなくなったそうです。仕事上、常連は貴重なはずなのにこれはおかしい、と。今回、もうどうなってもいいからこれを暴いてやろうと先輩もアルコールのせいでヒートアップしていました。正直、もうどうでもよかったんですけど、先輩が先輩の先輩に電話をして近いうちに車であそこに行こう、仕事のない日なら誰もいないはずだということになったんです。結論から言うと今日の夜に3人で山梨まで行ってきます。今思うところは地下室よりも一度も会ったことのない先輩の先輩の方がどんな人か怖いです。
次の登場はいつになるの？早ければ明日の早朝、遅ければ明日の今頃です。今回は2枚目の扉の鍵と思われるものはありません。飛ばし飛ばし書いてるので何か質問があれば答えます。わかりやすいように囲碁は先輩イコール K 先輩、先輩の先輩イコール S さんとします。では夜に備えて休みたいので失礼します。出発前に書き込めたらまた来ます。しれっと山梨にある施設の地下室に行くと言い残した一致。一体どんな展開になるのだろうか。だが、ここであるスレミンが一致に警告をする。悪いことは言わない。今日の夜は家にいなさい。先輩には断りの電話を入れろ。医学生の方ですか？何か知ってるんであれば教えてください。学生ではない。もうこれ以上は書き込まない。いいか？もう一度言う。今夜は家にいろ。取り返しのつかないことになりそうな予感。世の中、知らない方がいいこともあるわけで。一致よ、男なら行くんだ。一致を止めるスレミンと、地下室に行ってほしいスレミンとの攻防が続くも、一致は翌日、男気を見せて地下室に向かったようだ。そして、近況報告を行った。昨日の報告を簡単にしますと2枚目の扉が開きました。そこには8畳くらいのいかにも田舎町の土蔵のような上の施設からは想像がつかないような作りでした。あったのは棚とその上に乗る数点の荷物、道具、懐中電灯や掃除道具といったありきたりなものばかりでしたが、正確に言うともう一つ扉がありました。扉というよりは床に直接ついているもので、台所にある床下収納なんかを二回りくらい大きくしたものだと考えていただくとわかりやすいと思います。その床下収納はチェーンに軟禁状で固く締められているんですけど、昨日は2枚目もかなり強引な入り方をしていまして、これぐらいなら簡単にいけるぞ、と。でも、開ける前に床に這いつくばって隙間から覗いたんですけど、中はそんなに見えないですけど、小学生の時に見た防空壕のイメージそのものでした。そこでドキッとしたのが、そこの8畳の部屋は真っ暗だったんですけど、そこの防空壕の中はうっすらと明かりがあったんです。先輩方二人は来る前に軽く飲んでいて和気あいあいやっていたんですけど、電気がついている、人がいるかもしれないというとその日初めて三人が静寂になりました。懐中電灯の明かりだけと静寂を足すとこんなにも怖いものなのかとなんだなぁ、と思いました。そして、静寂に慣れていくのと同時にその明かりの中からかすかに声も聞こえてきました。なんだかよくわからんのですが、音が大きくなってるわけではないのにどんどんはっきり聞こえてきました。でも、何を言っているかまではわかりませんでした。はい、結論から言いますと、その日はそれで帰りました。まず、ここで危険を犯して下に行っても何のメリットもないということ。2枚目の扉が十中八九開けられること、などが理由です。車に乗って先輩系の家のアパートで反省会と称して飲みました。人間の声だったのか？それとも獣か何かか？人の声でした。先輩方は日本語だったと言っていましたが、僕はハングル系に聞こえました。日本語に近い外国語ってイメージです。結構長い間話したり、寝てしまったり家の中でして今に至るという感じです。先輩方は地下室の全体的な作りがあまりにも古いので地下室がもともとあった場所にあの施設を建てたんではないかと言っていました。こんなところです。床下の扉の向こうにいたのは誰だったのか。スレミンたちは一気に質問を投げつつ、考察を重ねていく。今回それで帰ってきたということはまた行く予定があるのか？来週の火曜日の深夜に行きます。調べてみてその日に大学側の仕事があるようでしたら行きません。山の中にある建物なら傾斜地が使われてたりして裏から見た1階が表から見た2階とか3階なんてこともあるでしょ。地下だと思ったところは裏口の守衛室の物置だったなんてない？それよりバイトはもう終わり？ご遺体は洗った後どうしたの？教えてほしい。裏口の守衛室の物置の可能性もあると思います。わかりません。バイトはおそらくもうやりません。バイトを辞める理由は？言いにくいですが、先輩方と変なところに片足突っ込んじゃっていることと気分が優れないこと、借金の目処がついたことなどです。来週の火曜日の深夜に行きます。山梨にもう一度？その日に大学側の仕事があるようでしたら行きません。大学側の仕事って例のバイトでしょ？僕は行かないですけど、仕事が施設で行われていると動けないということです。施設の概要は、1階が一致がバイトをしているところ、その下が例の地下室で、その床下収納の下から光が漏れ、声がしたというのだ。声ってのは複数？ここは僕の想像なんですが、聞こえてきた声はトンネルの200メートル先で数人がこそこそ話しているのが響いてきたって感じです。ただいまです。遅くなってすいません。
K 先輩家で3人で話し合ったり寝たりしていました。まず、今日は地下室まで入ってきました。第一印象は作りかけのトンネルです。暗いのは暗いんですが真っ暗ではないんです。慣れると懐中電灯なしでも歩けるくらいでした。今日は人がいない、人の声が聞こえないのを確認してから降りたんですけど、縄ばしごがすごく揺れて怖かったです。トンネルはそこがスタートではなく中間地点といった感じで昨日は右の方にだいぶ進みました。虫やネズミがいるのではないかと怖かったんですが右は400メートルくらい行くと途中からコンクリートに囲まれて非常に歩きやすかったです。コンクリートに囲まれるのと同時にそれまで高さが 2.5 メートルくらいあったのが2メートル歩かないかくらいになり、幅も 1.5 メートルくらいになってしまいました。これは水道管ではないか、ということになり一度立ち止まって周りを見渡すと何箇所かに食い込まれたランプが設置されているのを見て、人が歩くために作られたんではないか、という結論になりました。暗いのと同じ風景が続くので距離感ははっきりしませんでしたが1キロくらい歩いて果てしないので右側は昨日はそこで引き返しました。いざ帰るとなんだか思ったより早く縄ばしごの入り口に着いたのが印象深かったです。一度上に上がり、ペットボトルのお茶などを飲みながら休憩を入れ、再度穴に入り左側に進みました。左側はしばらく歩くとコンクリートで囲まれて、またしばらく歩くと土壁になり、またコンクリートで囲まれてを短いスパンで繰り返した後右側とは対照的に土壁になってしまいました。土の道はいつか崩れるんではないかという恐怖がすごかったです。今思い出しても怖いです。左側は行くばかも進まないうちにものすごく生活臭が出てきました。足元に何かあるな、と怖くなって見てみるとほうきだったり、靴が落ちていたりしました。土壁に神棚のように祀られた小型の仏様を見た時に本気で K 先輩に帰りたいと願い出ましたが簡単に却下されました。そのうち左側の道は2本に分かれました。とりあえず左に曲がろうということになりましたが迷路になっていたらどうしよう、帰ってこれないのではないかと頭がいっぱいでした。左の道も少し歩いて果てなく感じたので次回にしようということになり、引き返しました。左の道の分岐点に戻り左の右の道に進みました。この道は一本なんですけど他の2本と違いカーブが多くて曲がりくねっていたのでこれも迷うんではないかと怖かったです。100メートルくらい行くと行き止まりになっており少しスペースが広がっていてトンネルの中には異質な物置小屋のようなものが置かれていました。物置小屋の周りは明らかに生活感があって、いろいろなものが置いてありました。S さんが多いと言って反応がないことを確かめて物置小屋の周りにあるものを漁っていましたが3人とも物置小屋を開けることはしませんでした。昨日はそこで帰り、K 先輩の家に戻り、今に至るというわけです。長々とすいません。質問があれば答えます。小屋の周りで漁ったもので、何か面白いものあった？壺がたくさん飾ってありました。リカちゃん人形が怖かったです。トンネルの道幅は？ 1.5 メートルから2メートルぐらいですかね。場所によって違いますけど人がすれ違えるくらいです。その小屋の周りってさっきまで人がいました、って感じなの？さっきまで昔の人がいた、っていうよくわからない表現ですが僕はそう感じました。1キロってことは、建物の敷地内から出てるよね？地下道の上は何が立ってるの？施設の周りは基本的に森です。あとは近くに国道がありますが、何しろそこの周りというのは行ったことがないのでわかりません。でもほとんど山というか、森です。スマタン自身は、そのトンネルなんだったと思う？スレミンたちは一致の名前欄にある文字からスマタンと呼び始め、地下室奥のトンネルについての見解を求める。作りかけのトンネルではないか、と思いたいんですが昨日散々3人で話したのですがだったらこの施設になぜ入り口がついてるんだと。疑問点がいくつかありまして、S さんが言うには右に進んだ時に横田という字が壁に印刷されていたので軍事関係ではないかと言っていましたが。森か。謎。スマタンまた行く？もう、引き返せません。ものすごく怖いですけど、何か大きなものがあるんではないかという期待感が強いです。軍事、バレたらヤバそう。でも、昨日も話したんですけど、本当に軍事関係で本当にヤバいものなら南京錠はないだろうと。もしかして旧軍部の施設跡とかかな。福島市の忍山にも旧軍の中之島飛行機の地下工場跡が今でもトンネルになって続いているし、旧施設の上に建物を作って、何者かがそこで暮らしている。違うかな。物置みたいなのは、開けたらヤバそうだったから開けなかったの？はい、単純に怖かったからです。スマさん、地上の施設ってどれくらいの規模なの？建物の大きさとか、窓がどうこうって特徴とか。バイトの内容にしてはでかいです。
作りはコンクリートだと思います。窓は鉄格子とかそういったものはないですけれども一枚一枚が施設にしては小さめ。以前も言いましたが仕事をする部屋はすごく綺麗です。しかも戦後旧日本軍の地下施設を米軍がいろいろと利用していたということもあるし、特にそんな山奥なら見つけにくいということもあって作られた可能性はあるかも。参考になります。でも怖いです。ミカちゃん人形や壺以外にもなんかあった？瓶とか瀬戸物系がよく目に入りました。あとは目的のわからない布もとにかく無駄にあったような。そういえば線香の匂いも強くはないですがほんのりしましたね。今度はデジカメ持って行ってくれ。デジカメ持ってないんですけど、あまり皆さんに期待をさせるとダメなんで言わなかったんですが友人に交渉中です。実は昨日持っていける予定だったんですがその友人に事情を話したら呪われるからダメだ、と言われました。地下トンネルの入り口の南京錠もあれ？ピクニックの王様？はい、でも南京錠はものすごく簡単に開きます。ドアの鍵も簡単といっても2、3分かかるんですが南京錠は3秒くらいです。ピクニックの王様とは、ピッキングのことを指すようだ。ほほう、次回の日取りとかはもう決まってるの？来週の月曜日の夜出発です。それまでに少し地下壕の勉強をしたいですね。来週の月曜、期待してますよ。もし次スレ立つなら、タイトル変えた方がいいと思う。ありがとうございます。失礼ですけど初めて行く直前に行くなと言ってくれた方と旧日本軍の地下壕と指摘してくださった方は同一人物ではないですよね。なんだか来たりと来るレスが多いので。私は今日初めてこのスレに来たので546の話の方とは別人です。旧日本軍の地下壕の話が思いついたのは、結構そういうところでの事故が多いということを思い出したからです。先ほど出しました福島市の忍山の地下工場跡では2名の方がお亡くなりになっています。地下壕というのは横穴ばかりではなく 4.5 メートルもの縦穴を組み合わせて作っているものが多いです。使用していた当時は当然はしごや階段などがあったのですが、風化、撤去などで突然地面に穴が開いている、ということが多々あります。韮崎市に関しては何かの資料で読んだことがあったので思い出したまでです。くれぐれも注意してください。明かりと足元、頭上、それと不老者不審者ドキュンなど。山梨県だと韮崎市とかにあるみたいですね。何かご存知の方なんですか？韮崎って読むんですよね。近いです。要は、もともと軍事施設だったところを、補修したり改築したりしながら使ってるとこだろ？松代大本営チックなものを作りたかったが、中途半端に掘っただけで結局使わなかった。トンネルって言っても、出入り口1箇所だけってのはまずない。線香の匂いしたとかっていうのは、近くの出口が墓場にでも繋がってるんだろ。そして翌朝、スマタンはこれからの計画をスレミンたちに伝える。おはようございます。予定通り月曜日の夜出発です。出発前に必ずここに来ます、です。スマタンおはよう。明日の夜に出発か。過去レス読んだりして質問考えておくから質問があれば答えますって言って書いてちょ。そろそろ先輩が来るので、早ければ明日の昼、一泊になったとしても遅くとも水曜日の夜には報告したいと思っています。よろしくお願いします。頑張ってきてねー。生スマタンだー。本当にありがとうございます。迎えが来ました。行ってきます。なんか怖えよ。スマタンは予定では2日後に戻ってくるはずだった。しかし、2日経っても一向に姿を現さなかった。来ないね。スマタン遅くても水曜の夜には報告しますって言ってたのに。すごく心配だよ。スマタン、本当に帰ってこないの？やだよ。帰ってきて。早く帰ってこないと改名決められちゃうよ。ここで間違いない。スマタンの名前と ID だが？スマタンではなかったの？スマタン。ここで、衝撃的なレスが投稿される。ここで言われてるスマタンって俺の知ってる石川だろ？本人返事しろ。JT とは？まさかバイトや大学の関係者なのだろうか。登場人物増えてない？ JT は探検隊のメンバーですか？ここで、ようやくスレミンたちが待ち望むスマタン、が戻ってきた。皆さんを焦らすような結果になってしまっていることを、まず、深く謝りたいです。そして、報告を待っていただいてありがとうございます。そして、もう少しばかり僕にわがままを言わせていただけるなら、あと2日。あと2日だけ待ってください。あと2日後には皆さんに全てを、今回の話の全てを報告することが可能になっているはずです。もう一つ、ここの過去スレはざっとしか読んでないのですが、僕が通っている例の防空壕は地元の方にはある程度有名な場所です。地元の方がこのスレを読めばあの場所だな、とわかるはずです。
ただ、もしわかっても今は絶対に近づかないでください。危険だと思います。悪いことは言いません。お願いです。一応、あそこは米軍の管轄下にあり一連のことで過剰な行動に出ている方もいらっしゃるようです。荒らすような行為は犯罪になりますので、向こう側が正当を語れるようです。今は近づかない方が良いと思います。皆さん本当にすいません。あと、少しだけ待ってください。行ってきます。150って本当にスマタンか？入足のスレでスマタンって下げで書き込んだっけ？文体も違う気がするんだけど。ちょっとスマタンらしくない文章の気もするけど、まああと2日でしょ？今まで待ったんだから待ってみるよ。早く連絡よこせよ。そっちの携帯通じてないぞ。今日の昼過ぎにそっちへ行く。K に相談されたぞ。連絡入れておけ。W が家に戻ってないって言ってた。おかしい。何が起きたのか？ちゃんと読んでるよな。今の状況を教えてくれ。知ってる範囲だけでいいから。301の発言だとスマタンの友達か先輩なんじゃないの？危害加えるよりスマタンのこと心配してのレスなんじゃない？スマタンと何かしら関係がありそうな JT。一体何者なのか。スマタンを心配し近況報告を待ち望むスレミンのもとへ、ついにあいつが帰ってきた。すいません、だいぶ遅くなりました。皆さんとの約束は破ってばかりですね。申し訳ないです。今もあまり時間がないので詳しい報告はできないと思いますができる限り聞いてください。まず、どこから話せばいいのか。地下室に二度目の侵入を図ったところからですか。だいぶ報告を怠っていますね。一つ言いたいのは皆さんに対する感謝です。この10日くらいで僕は人生の中でおそらく二度と忘れないような経験をいくつかしました。心が折れそうな時、逃げ出したい時、心のどこかで報告を待ってくれてる方がいらっしゃったことは随分僕の励みになりました。二度目の調査は今思えば丸々2日ほど地下道の中にいたことになります。あの日、迎えに来てくれた先輩の車で例の現場まで行きました。その日は現場で仕事がない、ということになっていたのですが明かりがついており中に人がいました。単純に僕らの調査ミスだったので近くに車を止め待つことにしました。誰が言うでもなく仮眠を取ることになりうつらうつらしていると車のドアをノックする音で起こされました。40代後半くらいの中肉中背の男が2人立っていて、後ろにでかいジープが止まっていました。ここに車を止めてはいけないということを言われました。その時は現場からだいぶ離れたところに止めていたので、深夜、早朝という時間を除けば何も不自然なことはなかったのです。今思えばその時ジープに乗っていた男が H 崎だったんですけども、僕らは気にも留めず、車を移動して再び仮眠を取りました。だいぶ日が出てきてから、現場に電話をして人がいないことを確認してから現場に車を乗り付けました。乗り付けたと言ってもいつものように500メートルは歩きますが、車を施設の近くに置かないため、慣れてしまったのかドアと南京錠は簡単に開き、なんだか3人とも慣れた感じで地下道に降りていったのを覚えています。単純に慣れてきたのか、だいぶ日が出ていたせいか、今まで一番恐怖というか緊張を感じなかったのですが、地下はやはり暗く、すぐに恐怖と緊張が襲ってきました。その日は土側を徹底的に攻めよう、ということになっておりずんずん進んでいきました。人が住んでるんじゃないか、と思っていた場所は人の有無だけ確認し、そのままにしました。土側はしばらくすると、と言っても結構進んでるんです。天井の高さが1メートルくらいになり、歩きづらくなりました。不思議だったのはいきなり1メートルの高さの道を通れと言われても難しく感じるんでしょうが、だんだんと低くなっていく道はなんだか思ったより気づかずに進んでしまうということです。新しい登場人物だね。H 崎。もしかして JT？ JT さんと H 崎は別人物だと思います。結局、土の道は正確な距離はわかりませんが2キロから3キロくらいで水たまり、というか池というか、とにかくものすごい湿気と水、ここで行き止まりになっていました。場所的に海ではないと思うので、川か地下水脈？だと思うのですが、池に石を落としたら結構ブクブクいって落ちていったので深さは相当あったと思います。その日は今日はここまでということになり帰ることになりました。途中で転んでヘッドランプが壊れたこと以外はその時は何も異常がありませんでした。僕が鈍感なんでしょうか、おかんとか、第六感というのも皆無でした。入り口に戻ると南京錠が閉められていました。最初は外側に人がいるんじゃないか、いや、いるだろう、と思い3人とも凍りつきました。その時は閉じ込められるじゃないかという恐怖より見つかったらヤバいの方が大きかったです。時間とともに校舎になっていくのですが何とも言えません。時間はわかりませんが結構長い間3人とも押し黙って立っていました。すいません、もう行かなくてはならないので中途半端ですけどここまででよろしいですか？
本当にすいません。皆さんにはちゃんと最後まで報告したいと思っているのでよろしくお願いします。何か質問があれば答えます。さすがスマタン。急いでいても質問タイムあるのね。では、早速。JT って本当に知り合いですか？で、どんな関係ですか？あの、過去ログをざっとしか読んでないのではっきりしたことは言えないのですが、周りに JT さんに思い当たる人物はいないです。また地下トンネルの探検とかに行く予定とかあるのかな？それとも、もう完結したとか？今から行きます。蛇の生殺しですぜスマさん。南京錠が閉められてることはなぜわかったの？開けようとしたら開かなかったの？音がしなかったの？普通に出ようとしてガチャンって感じです。蓋というかドアが南京錠とチェーンによって固定されているので1センチくらい開く感じです。煽りじゃないからな。あんたたちがスマって呼んでる奴はもういないよ。来られるわけないんだ。なんであいつが書かなくなったのかおかしいと思わないのか？重ねて書くが煽ってるわけじゃない。JT なんて知らないって言ったのは本人がそう信じ込んでいるからだ。別にスレ終了を目論んでるわけじゃないから、どうぞ続けてくれ。俺はもともとこの板の住人じゃない。敵か味方か。スムタンはこの判断をつけかねているのだな。身に危険が及ぶかもしれぬと。あるいはすでに誰かが、相当慎重にならざるを得ない何かを知ってしまったのだろう。何か援護できる方策はないものだろうか。確かにね。別人のようだと言われれば別人っぽいんだけど、どっかでトリップ漏れちゃったのかな？歯切れも悪いし、誰かに脅されてるのかな？そして、またスマタンが帰ってきた。しかし、一向に謎の人物である JT に対し恐怖心を抱いたスマタンは、調査の報告をできずにいた。報告したいです。ここ毎日見ています。ただ、その JT と名乗る方が関係者ならできません。僕は皆さんに感謝しきれないほど、勇気やいろいろなものをもらいました。報告の義務があると思っています。今は全てが終わり、一時の殺伐とした生活が嘘のように平和な、というかいつもの暮らしに戻っています。そんな中で JT と名乗る方のレスがところどころ思い当たる節があるので躊躇しているのです。本当のスマタン。ごめんな、信じれなくて。でも今まで報告してくれてたのは信じるよ。ただ今のスレの状況が状況なだけに。スマタン。本人だね。JT さんが誰なのははっきりすればいいのにね。誰だかわからないけど関係者っぽい。なんか不安だね。今は冒険も終わって平和な日々を送ってるの？報告も楽しみだけどスマタンが元気それなら一安心さ。僕も何がなんだかわからなくなってきました。偶然なのかトリップも変わってしまいました。JT と名乗るか方のレスに当たっている部分がいくつかあり、怖いです。謎の人物 JT。スマタンも思い当たる節があるという以上、無関係と決めつけるのはまずいかも。別すれ立てて下げ進行で非走理あるってのはどうでしょうね。書く気がないんじゃなく、JT が何なのかはっきりわからないからスマタンは怖くて書けないんでしょ？登場人物。スマタンイコール石川。K 先輩。先輩の先輩。ピクニックの王様。H 崎。ジープに乗っていた男。40代後半。中肉中背。JT。S 氏の男。西 B とは関係ない。岡板の住人ではない。スマタンの携帯番号を知っている。スマタンは思い当たる人物はいないという。JT が言うにはそう信じ込んでいるからだと。これまでに分かってる情報。スマタンのバイトした施設は山梨県韮崎市の近く。探検した防空壕は米軍の管轄下にあり地元では有名。西 B には JT、頭文字、支部があるらしい。石川とはっきり名前を出してる以上、スマタンが本当に石川なら JT は関係者、そうじゃないなら単なるネタってことでいいんじゃないの？報告したい、というのが本音です。本当にネタではないと信じてくれている方、支えていただいた方がこのスレッドにいる限り僕には報告する義務があると思います。ただ、やはり引っかかることがあるのです。JT さん、お願いします。答えてください。あなたは何者なのですか？煽りにしては当てはまるレスがいくつかあって怖いのです。お願いします。来たー。スマタン、待ってたよ。スマタンの報告聞きたいけどちょっと心配です。ついに JT が重い口を開いた。ネタだよ。お前もそうだろ。当てはまることなんかあったのか。ネタ？ってことはスマタンとは無関係なのか？スマタン安心して報告しる。最近のスマは偽物、本物なら以前の8桁トリップが今の10桁トリップの中に含まれている。10桁になって ZG が増えたからトリップ合ってると思われ。もうお気づきの方も多いだろうが、このスレの真相は。つうか俺が自作自演のスマタンだけど、やはりシナリオ的に無理ありすぎた？
死体洗いの情報を集めたりして結構苦労したんだけど。ついにスマタンがネタバラシ。スレミンたちもうすうすは気づいていたが、JT とスマタンは同一人物の釣りスレというオチだった。スマタンと慕って純粋に待ちわびていたスレミンを思うと心が痛いが、3スレにも及ぶ長編で、多くのスレミンの興味を引いたスレとして、有名になったのであった。最後までご視聴ありがとうございました。皆さんは、これまで高額バイトをした経験はありますか？良ければどんなバイトだったか、コメント欄で教えてください。この動画が気に入っていただけましたら高評価とチャンネル登録をお願いいたします。